ちだなぁ。いや、あのさぁ、ごめんだけどエッチだよね。なんかもう坂本隠せなかったもん。だってこれもうなんて感想言おうかな、どう取り繕おうかすごい考えたけど、最終的にエッチなわけじゃん。だってだもうこんなんさ、ほぼほぼ裸ですやん。だから8割着てないじゃん。だってYouTube くん耐えられるのかな。まあね、ここで飼育員さんたちに坂本のねイラストと動画を公開しちゃいたいと思いまーす。まずはですね、イラストの方から見せていきたいと思います。ドドン。えっ、いや、ちょっとこれさ、え、いいのかな、なんか ダメとか言われてないからやりますけど、坂本は。え、かわいい、かわいい。ちょっと待って、しかもさ、坂本持ってるのこれ投げナイフですね。一応ね、あ、一応ね、あ、まあもう終わりかなって、おっぱいこの辺で終わりかなって思うじゃん。終わりじゃないんだよね。終わりじゃない、終わらないんだよね。終わらないホロライブ、終わらない。あー、終わった。でっかでっか。しかもさ、アイのメッチなんだよな、わかる、この食い込み、このベルトの食い込み、兵器入ってますね。この太もものね、わかる？この太ももとさ、鼠径部のさ、間のさ、この三角も、絶対兵器なんよ、これは。あいつだね。わ、この巻きついてんのも絶対性癖入ってるわ。非常に、非常にね、性癖もりもり。続いては、3D の必殺技を2パターン紹介したいと思います。はい。だな、なんか、あれ、坂本もしかしてポンだ。もう一回お見せしましょうか。でもね、すごいのはね、シャチが出てくるんですよね、地面から。風呂に入らなくても人は死ぬね。あ、なんか坂本ね、多分ね、シャチに守られてん、でちょっとお手玉されてる。風呂入り嫌だ、人は死なねえ。いや、マジでね、可愛らしい。これさ、本当に、もうセリフ、絶対分かってんだよね。もう完全に配信見られてるなって思った。なんか恥ずかしかったし、セリフ撮るときにさ、参照のね、坂本のこの配信から抜粋してますよ、みたいな参照の来るんだけど、毎回それを坂本が確認するたび恥ずかしくなったもん。なんか、こんなんまで見てるんですね、みたいな。こんなとこまで見られてるんですか、恥ずかしいなーってなっちゃった。で、てれてれやーって。そしてですね、必殺技、なんとアイドル衣装パターンもあります。君の心をバックバックバックーしちゃうぞ。かわいいよね。そうなんだよ、アイドル衣装も今回あるんです。演出についてはですね、運営さんからちょっとポイントがあったんですが、坂本クロエの 3D お披露目配信でのシャチに追いかけられるシーンからインスピレーションを受けたそうです。あったね、そんなワンシーンまで見てくれてるんだね。あの、泳いでるとこですよね、坂本が水槽の中で。通常バージョンかなって感じですけれども。ありがとうございます。衣装についてなんですけど、通常衣装は無料で獲得できる形になっておりまして、4人お揃い特別衣装というものがございます。そちらは、優勝販売となっております。